一人で行かせるもんか。ユージ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さない。ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さない。膝をつけ、首を差し出せ。教授せよ。よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。
ここはどこだ？なんだこの服。俺こんなの持ってたか。それに肌触りがなんだか。もしかして。コマンド、ログアウト。ダメか。俺のこの服装、おそらくここは仮想世界だ。とはいえ、ウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何より、ここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風景を生成しているマシンは恐るべき高性能機だ。ここにいても仕方ない。辺りを調べてみるか。音が聞こえなくなった。なんだこの巨木は。誰？え？君は誰？どこから来たの？キリト、ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った？そうなんだ。僕はユージを。よろしく、キリト君。ああ、よろしく。
それじゃ。ああ。ねえ、それじゃ。どうも。あれ？
キリト行くぞ。うん、なんとか無事に帰ってこれたな。キリト、お疲れ様。ああ、一つ聞いてもいいか。なんだい。神聖術にはその人を生き返らせるようなものはないのか。村の人たちは知らないだろうけど、高位の神聖術には天命そのものを増やすものもあるってアリスが言ってた。天命を増やす。例えば人の天命は赤ん坊から子供、大人へと育つに従ってどんどん増えて、だいたい25歳くらいで最大になる。その後はゆっくり減っていって70か80で亡くなるんだ。この年齢ごとの最大値を増やす方法が存在することが教会の古い本に書いてあったとアリスから聞いたんだ。でもその術は氷教会の偉い司祭だけが使える術らしくてさ。まあどっちにしろ、一度ステイシアの身元に召されたら生き返ることは無理だよ。今ここで俺が死んでも教会やどこかで復活することはないと考えて良さそうだ。死ねばおそらく現実世界で目覚めるだろう。けど脱出のために死を試すのはできれば最後の手段にしたいな。そうなるとやはり王都に向かい、世界を管理する氷教会の本部で偉い司祭と話してみるしかない。遊女、この村には流骨の斧よりも強い斧はないのか。斧はないけど剣ならあるよ。ほら、朝に人気の話をしたろ。獣騒ぎのせいで見せられなかったけど。ああ、そうだった。今度こそ見せてくれないか。それじゃあ剣を取ってくるから、先にギガシダーのところで待ってて。王都へたどり着くにはユージオの協力が必要不可欠だ。それにはこの巨大な木を切り倒さなくてはならない。ユージオを彼の一生をかけても終わらない天職から解放するために。おい、大丈夫か。大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ。ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。遊女はこの剣をどこで手に入れたんだ。6年前に
アリスと果ての山脈に行ったって話をしただろ。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや、竜は死んでいたんだな。うん、骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか。一体誰が。わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか。一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。大丈夫かい。なんとかな。とてつもなく重いけど、それ以上に綺麗な剣だな。普通の鋼じゃないよね。銀でもないし、竜の骨とも違う。つまり人の手によるものじゃないんだと僕は思ってる。神様の力を借りて強力な術師が形にしたか、あるいは神様が手ずから作り出した、そういう器物を神器って言うんだ。青バラの剣もきっとその一つだよ。神が作り出したものか。この仮想世界における神とは一体何だ。ゲームにおける管理者、メインプログラム。何にせよ今分かっているのは、この青バラの剣が恐るべき優先度を誇るオブジェクトだってことだ。友情、少し試したいことがあるんだけど。まさかその剣でギガスシダーを。禁忌目録に剣でギガスシダーを叩いちゃいけないなんて項目があるのか。いや、そりゃそんな掟はないけど。じゃあ問題ないな。なんだか前にもこんなことがあったような。試してみる価値はあるだろ。うまくいけばこの木を切り倒せるかもしれないぜ。分かった、慎重にね。キリト、大丈夫？こりゃダメだ。反動だけで手足が痛い。これだから言わんこっちゃない。やっぱり難しいみたいだね。なあ、まずは青バラの剣を自由に振り回せるようにならないとな。変なことに付き合わせて悪かった。いいんだよ、気にしないで。それより手足が痛むんだろ。シラル水を持ってくるから少し休もう。悪いな。それじゃちょっと待っててね。青バラの剣を扱えるようにか。ゲームであればレベルやクラスやステータス、何らかの条件があるはずだけど。そうだ、ステーシアの窓。オブジェクトに試せるのなら自分自身にも試せるかもしれない。ユニット ID と、こっちが店名か。青バラの剣を振るのに失敗したから少し減っているな。オブジェクトコントロールオーソリティが38、システムコントロールオーソリティが1しかない。システムコントロール権限は神聖術に関するレベルか。そして38あるオブジェクトコントロール権限、武器やアイテムの使用に関するのはこっちかな。青バラの剣は+45、オブジェクト、オブジェクトコントロール権限を45まで上げれば青バラの剣を使いこなせるようになるってことか。とはいえ、どうやったら権限を上げられるんだ。お待たせ、キリト。さあ、青バラの剣はギガスシダーのウロにでもしまって、少し休んだら村へ戻ろう。あら、キリト、帰ったのね。
なあセルカ、ああそうだ、今少し話せるかな。私？ええ別に構わないわよ。その聞きたいのはセルカのお姉さんのことなんだ。私にはお姉さんなんていないわ。今はだろ、ユージオに聞いたんだ、君にアリスっていうお姉さんがいたこと。ユージオがあなたにアリス姉様のことを話したの？どこまで？アリスもこの教会で神聖術の勉強をしてたことや、6年前聖護騎士に連れて行かれたってこと。そう、ユージを忘れたわけじゃなかったんだ、アリス姉様のこと。え？村の人はお父様もお母様もシスターも決してアリス姉様の話をしようとしないの。まるで最初からアリス姉様なんていなかったみたいに。だからユージオも姉様のことを忘れちゃったのかもって。忘れるどころか、ユージオはすごくアリスのことを気にかけてるみたいだぜ。それこそ天職さえなければ今すぐオートまで探しに行きたいくらいに。そうなの？じゃあユージオが笑わなくなったのはやっぱりアリス姉様のせいなのね。ユージオが笑わない？ええ、姉様が村にいた頃のユージオはいつも笑っていたわ。でも姉様がいなくなってからは笑顔を見てない気がする。確かにユージオの物腰は静かだが、俺の前で笑ったことは一度や二度ではない。彼がセルカや他の村人の前では笑顔を見せないというなら、その理由はおそらく罪悪感だろう。やはりユージオの魂は単なるプログラムではありえない。彼は俺と同じ本物の意識、魂、フラクトライトを持ち、6年の長きにわたって深く苦悩し傷つき続けてきた。ねえ、何を考えているの？いや、ちょっと思っただけさ。ユージはきっと君の言う通り今でもアリスのことが何より大切なんだろうなって。そうなのね、やっぱり。セルカはユージオのことが好きなんだ。な、そうなんじゃないわよ。なんだかたまらないのよ。お父様もお母様も口には出さないけど、いなくなった姉様と私を比べて。だから私、家を出て教会に入ったの。なのにシスターザリアでさえ私に教えながら、姉様なら一度でできるようになったのにと思ってる。ユージオはそんな人じゃないけど、私のことを避けてる。私を見ると姉様を思い出すから。でもそんなの私のせいじゃない。私は姉様の顔だって覚えてないのに。ごめんなさい、取り乱したりして。いや、あ、その泣きたい時は泣いた方がいいと思うよ。うん、そうね。なんだか少しだけ楽になったわ。人の前で泣いたのはずいぶん久しぶり。へえ、すごいなセルカは。俺なんてこの年になっても人前で泣きまくりだ。
れ、キリト、記憶が戻ったの？いや、そうじゃないんだが、そんな感じがするっていうか。ともかく、自分は自分なんだからさ、他の誰かになんてなれない。だからセルカも、自分にできることをすればそれでいいんだ。そうね、私、自分からも姉様からもずっと目を背けようとしてたのかもしれない。あら、もうこんな時間なのね。キリトの聞きたいことって結局何だったの？いや、十分分かったよ。そうねえ、キリト。なんだ？キリトは聖豪騎士様がどうして姉様を連れて行ったのか、その理由も聞いたの？なんで？私は知らないのよ。お父さんたちは何も言わないし、ユージオも教えてくれなくて。確か果ての山脈にある洞窟を抜けて闇の国の土に手を触れてしまったからって聞いたけど。そう、果ての山脈を。大丈夫か、セルカ？ええ、平気よ。教えてくれてありがとう。せっかくの安息日なのに引き止めちゃって悪いな。ううん、気にしないで。それじゃあ私は行くわ。ああ、またな。行くよ。わかった。行くよ。行くぞ。
ユージロ。そうだね。なあ、行くよ。今のなんだ？さあ、初めて聞くよ、あんな音。あ、今度はなんだ？何か匂わない？キリト。あ、なんか焦げ臭いな。それに生臭い獣臭さみたいな。セルカ！まずい！おい、見ろや！今日はどうなってんだ？
また白いウムのガキが2匹も転がり込んできたぜ。どうする、こいつらも捕まえるか。男のユムなんぞ連れて帰ってもいくらでも売れやしねえ。面倒だ、そいつらはここで殺して肉にしよう。ユージオ、いいか、セルカを助けるぞ。動けんな。わかった。うらあ、ユムのガキめらがこの俺様と戦う気か。違う、戦うんじゃない、勝つんだ。こいつらの動きや反応、ただのモンスターじゃないのか。この屈辱はお前らを八つ裂きにして食い散らかしても収まりそうもねえが、とりあえずやってみるとするか。キリト、やめろ、ユージオ、やめろ、ユージオ。子供の頃約束したろ、僕とキリトとアリスは生まれた日も死ぬ日も一緒。今度こそ守るんだ、僕が。この記憶は俺の記憶なのか。俺はこの世界で育った。ユージオとアリスと共に、そうだ、世界は永遠に変わらないと信じていた。三人いつまでも一緒だと信じていたんだ。しかし三人で行った洞窟、そう、この洞窟でアリスを守れなかった。何もできなかった。あの絶望、無力感を忘れるものか。今度こそ俺は白いウムが調子に乗んじゃねえ。ユムに、ユムのガキごときに俺様が負けるわけ。違う、俺の名前はユムじゃない。
ケンシキリトだ。お前らの親玉の首は取った。まだ戦う気があるやつはかかってこい。そうでないやつは今すぐ闇の国へ帰れ。ユージオ、しっかりしろ。キリト、キリトなの？セルカ、大丈夫か？怪我してないか？うん、平気。それじゃあ手伝ってくれ。ユージオが大怪我をしたんだ。もう普通の治療じゃ間に合わないんだ。セルカの神聖術で助けてくれ。頼む。私の神聖術じゃ無理。ユージオ、嘘よね。私のせいで、ユージオ。泣いてもユージオの傷は治らない。無理でもいい、やってみるんだ。君は次のシスターなんだろう。アリスの後を継いだんだろう。私は姉様にはなれない。今の私に治せるのはほんのかすり傷くらいで。ユージオは君を助けに来たんだ、セルカ。アリスじゃない。君を助けるために命を投げ出したんだ。普通の治癒術じゃ間に合わないわ。危険な行為神聖術を試してみるしかない。キリト、あなたの助けが必要よ。わかった、言ってくれ。何でもやる。左手を貸して。もし術が失敗したら私もあなたも命を落とすかもしれない。覚悟はいいわね。その時は俺の命だけで済むようにしてくれ。いつでもいいぞ。システムコール、トランスファーヒューマンユニットデュラビリティ、ライトハンドセルフトゥーレフト。たとえ魂だけの存在であろうとも、ユージオは俺の友達だ。絶対にこのまま死なせたりしない。キリト、まだ大丈夫？問題ない。もっとユージオにやってくれ。もうダメ。これ以上続けたらキリトの天命が。なのだろうか。たまらなく寒くて、恐ろしいくらい孤独で、いや、ほんのわずかに暖かさを感じる。誰かのって、これはセルカじゃない。君は誰？キリト、ユージオ、待ってるわ。いつまでも。セントラルカセドラルのてっぺんであなたたちをずっと待ってる。本当に行くのね、ユージオ。うん。セルカ、ユージオが自分で選んだことだ。
村の掟に従いギガスシダーを倒して天職を果たしたユージオは自ら次の天職を選ぶ権利を持つ。そしてユージオは村を出ることを選んだ。はい、僕は剣士になります。ザッカリアの町で衛兵隊に入り腕を磨いていつか王都に上がるつもりです。分かっている。望み通り村を出て剣の腕を磨くがよかろう。ありがとうございます。では私はそろそろ行くとする。それではな、ユージオ、キリト。はい、さようなら、ガスフトさん。お世話になりました。セルカ、寂しくなるわね。そうだね。必ず帰ってきてとは言わないわけど、どうか気をつけてね。うん、ありがとう。キリトも。ユージオ、少しセルカと話していいか？うん、もちろん。先に行っているよ。悪いな。それじゃあセルカ、行ってくるよ。うん、行ってらっしゃい。それで？一言謝りたくてさ。ごめんなセルカ、俺がユージを連れ出すみたいなことになっちゃって。いいのよ、それよりも私嬉しいの。アリス姉様がいなくなってからずっと何もかもを諦めたみたいに生きてきたユージオが、あなたのおかげでもう一度笑えるようになったんだもの。それに自分から姉様を探しに行くって決めてくれた。ああ見えて父様も心の中じゃ喜んでるはずよ。ユージオが姉様を忘れてなかったことをね。そっか。言い返せるか、君は君にしかできないことをしたんだ。私にしかできないこと？君はアリスの身代わりなんかじゃない。セルカにはセルカだけの才能があるはずだ。ゆっくりそれを育てていければいいんだ。うん、ありがとうキリト。それじゃ俺も行くよ。ユージを見失ったらザッカリアまで俺一人じゃいけないからな。うん、わかった。さようならキリト。必ず帰ってきてとは言えないけど。いや、誓わせてくれ。俺はユージオと一緒にアリスを助け出してこの村に君の姉さんを連れて帰ってくる。約束するよ。